はい、どうも、絆の小野です。小野さん、小野ちゃん、小野さん、小野ちゃん、流れで言ってけよ。流れで言ってけよ。確かにね。絆の武田です。よろしくお願いします。皆様の家万物の後輩河合です。おはようございます。はい、します。はい、ということで今回はですね、収録で、はい、パズっていいかもの、はい、ミッション残りをやっていきましょうということで。いやいや、うん、残りが結構なもんですよね。まあ、ちょっと放送中ちらっと触れましたけど、ね、うん、ほぼパズルはもうないんじゃないかっていう、はい、まずはまあこれはね、うん、これ難しいですよ、うん、モンスターのギャグ難しいですよ。変顔難しいですけど、モノマネ、これ何、これモノマネって、ゴージャスさんにため口、これはどうなんですか、これもやんなきゃ、は後半小学生考えます、ね、確かに疲れちゃったのかな、疲れちゃったのかな、か実質パズドラすんのこれだけ、確かに、うん、やってる間で他4つもやっていただけますか。あ、その途中でですか。早く終わらそうとしてます。確かに定時で帰りますね。仕事切り上げようとしてます。確かに。じゃあ4秒固定で、ちょうど今7周年アニバーサリークエスト、はい、レベル24、はい、で操作時間4秒固定来てますんで、うん、来てますね、それをちょっとやってみます。いやもうのパズルに関しては小野さん頼みなところがやっぱありますんで。そんなことないよ。いやいやいや、でも、うん、さっきも実質ほんと小野さんが全部クリアしてったような。いや、そうやってさ、自分らパズルじゃないんでみたいな逃げ方してない。いや、小野ちゃん別に、あ、小野ちゃん、俺何も言ってない。こいつが言ってるだけ。いやいや、ちょっと待って、待って、俺マジで何も言ってないもん。いやいやいや、俺はそんなこと思ってないよ。ちゃんとパズル頑張りたいと思ってるし、うん、かがちゃんがそうやってすぐ自分たちをハードル下げるみたいなこと言うじゃない。いやいやいや、ちょっと待ってくださいよ。いや、じゃあ待って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 、にしてはじゃあ武田さん下手すぎるでしょ。にしてはあら下げないにしては刺さりすぎて何も出ないよ。あら、あら全然練習する時間ありますから。まあ確かに、うん、はい、登場していきましょうよ。つって失敗しそうだけど、まあまあまあ、でも、まあ、失敗したら、はい、しましょう。あと控えてるんで。音出てるかな。どうですか、音が今バツになってますね。一応バツになってます。あ、テレビの方では、はい、あ、出ましたね。さあ行きましょう。4秒ですから ね、 からね、難しいですよね。いや確かにこれ、あ、うん、なるほどね。あ、これ難かったわこれ、うんうん、まあこんなもんで。これ全体にしなくて大丈夫ですか。あ、バッチつけてます。大丈夫だよね、うん。あ、意外と残るんですよ。意外と残るんですよ。なるほど、はい、でも意外と殴られるんですね、はい、よく打っていきましょう。そうなんですよ、うん、全体で、はい、ハート、光残しておきたいな。あ、そうですね、うん、あ、うまい、うまい、残しがうまい、ナイス、うん、この間全然2人ともやってもらっていいんで、他のダンジョン。他のダンジョン、他のダンジョン、ダンジョンですか、うん、これをダンジョンって呼んでるんですか、これを。ある意味ダンジョン、はい、結構難しいダンジョンがね、あるんですよね。かわいちゃん、じゃあでもこれあたりぐらいいっておくんじゃない。よろしいですか、もう得意でしょ、はい、変顔組んじゃったよ、でも、はい、しのぶさん、変顔のクリアはしのぶさんが判定してくれるんですよね。そうですね、うん、面白かったらクリアだし。そうですね、あの集中か拡散かどっちがいいかっていう、その型の変顔、あ、また光組んじゃった。外に広がる型か集中型の変顔どっちがいいかっていう。何でもいい。そう、いや、ずっと何言ってんのか。え、だから、一応そのどっちか選んでもらいたいっていう。いや、なんかそんなこと言われたらちょっと期待しちゃいますよね。なんか、あ、そうか、すごい変顔面白いのかなみたいな。はい、あ、そうなんですね。あ、そっか、じゃあ拾って、ほぼ拾ってないと考えても、うん、じゃあ、行きたいと思います、うん、あ、もう一回、もう一回、もう一回、違う おー、ちょっと、あ、おー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 、返していこう。数出そう、数出そう。まあ、その、やっぱ成人男性がすることじゃないよ。本当にあの、ね、そうなんですよ、変顔っていうもの自体は本当に、はい、久しぶりにタラコ唇やりました。そうそうそう、本当に赤子もギリ笑ってあの、ね、何でも笑う赤ちゃんですらやっぱギリ笑ってないない。確かに竹ちゃんはさっきから変顔ずっとしてるけど、してねえよ。普通の顔だわ。あーごめん、あーごめんじゃない、ね、あーごめんって一番やめて。確かにできるかな。なかなかやっぱね、変顔っていうのね。俺もよく言われる、昔じゃあ視聴者に判断いや、でも生じゃないからな。まあまあそうですね、それはコメントとかでいろいろ書いていただいたらね。昔ディズニーランドに、はいはいはい、あの、シ
写真撮ってもらうじゃん、はい、俺すごい笑ってたんだけど、はい、ちょっとそんな悲しい顔すんのやめてくださいよ , 笑顔にしてたつもりなのに、そうそうそう、いやそんな悲しい顔すんのやめてくださいっつって。でも確かにサムネイルの竹谷さんってあれ笑顔ですか？俺あれ笑顔。めっちゃ悲しそうっすよ。だから心に問題があるんだよねなんかそのモンスター的な あ, ー、ね、あれ俺笑顔だと思ってんだけど、悲しきモンスター的なすごい言われる。なんかこうなりますよね、その目がね。なるなる。だって高校の時に、はい、まあ、俺、まあ、34歳で昔のガラケーの時に、はい、あの他校の生徒を紹介してもらう時に、はいはいはい、社メールを送るって文化があって、はい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 、わかります、わかります、わかります、ありましたね。田中君取って送ってよって言われて、はい、俺、まあ真顔でパッとって送ったら、はい、いや、変顔じゃないやつで送ってんの本当にその時からじゃあ変顔だと判断されたんですね。最初ルアーです。まあ、最初ルアー来た、根性あんだな、こいつ。これがね、めちゃむず。おそう、これルーレットがうざいんだよね。なるほどね。根性が組みづらい。確かに、まあ、左から2列目をとかを、じゃあ、でも4秒だからな、むずいんだよな。そうそうそう、むずい、超むずい、これ。これはむずい。一撃で抜こうつもりですか、やっぱり。いや、もうそうでしょ。うわぁ、かっこいいな。行きますね。そっか、ゆうすけか。むずい、むずい。あ、こうか。うまい、うまい、きた。これいったね。まあ、どうだろう。うわ、楽勝。さすが、俺だ。マジで。すごくはない。いやいやいや、素晴らしい。これはやっぱ。ミッションはクリア。クリアですね。クリアですね。まあ、じゃあ、変顔は一旦保留というか。これもクリアということで、ね、はい。じゃあ、あとはバラエティー班頑張って。やめてよ、その言い方。いや、一緒にやりましょう。ちょっと定時なんだよ。定時ですか？しのぶくんも定時。しのぶさんもいなくなったらわけわかんない。わけわかんない。わけわかんない。やめてよ、それは本当に。あとはバラエティー班で。いや2人じゃ何もできないんだから。そうなんですよ。笑ってくれる人ねって、無理やり笑ってくれる人ねって。あと何がある？だって、モンスターのギャグ。ゴージャスさんの手猫。モノマネ、モノマネ、まあこれはじゃあおのちゃんが選んだよ、お前これやるみたいな。いいよ、全然。じゃあ全部武田。なんでだよおかしいじゃん。いやバランス考えてよ、普通割り振るじゃん。いやでも変顔ね、やりましたから。はい、相方に美味しくなってもらいたい。いいよ、いいよ。なるほどね、そういう考え方か。いや嘘つけよ、嘘つけって。すっごい面白くできんだから。そうですね、やっぱなんだろう、そのスイッチ急に。確かに。いや、ここ家じゃねえからね、家っぽいけど。スタジオ変わってきましたけど。振り分けろって言ったじゃん。いや、そのなんか1、2とか2、1とかあるじゃない。まあまあ、ゼロ3でいいじゃん。ゼロ3でね。ゼロ3はないでしょ。それはだってね、そしたら。うるせえな、お前さっきから。やりてんだろ。ほんとやりてんだろ、お前。ほんとはまあやりたいですけど。どれやりたいの？どれやりたいじゃん。どれやりたいって言ってたじゃん。あー、この流れだったら自信持ってる。この流れでもう、それはもう。どれが一番得意な？どれが一番得意？どれが一番得意か。それこそ適材適所で。うん。自信のあるのどれ？自信があるのっすか、うん、一番自信があるの、うん、まあこれ、これか僕ですか。いやいや、これ一番自信ないですよ、うん、ないっていうか、ただの失礼にね、うん、なっちゃう。これ実際そのタメ語っていうのはどういうことですか？タメ口で、ね、なんかメッセージを言うってことですか？なんか言うみたいなことかな。いやね、でもまあ本当に河合ちゃんマジで裏で言ってるもんね。いやいや、言ってないわ、うん、本当に。何言ってるんですか、僕。ゴージャスさんの、はい、それ今から言えばいいじゃん。いやいやいや、言ってないから。だって引っかかった。いやいや、引っかかったじゃないんですよ。それじゃ今から言えばいいじゃん、それ。もっとゴージャス動画出してくれよ。ちょっと、なるほど。いやいやいや、ちょっと待ってください。いや、本当そのこの空気で全然しのぶさんもなるほどなるほどっていう、なんかその河合ちゃん、はい、俺たちバラエティー班だよ確かにね、俺たちバラエティー班なんだからさ。ちょっと待ってくださいよ。いや、これこれむずいっすよ、実際。使えるかどうかわかんないけど、はい、しっぱなかんぽっかった確かに俺ゴージャス確かに。で、あのね、あの動画ね、はい、出してくれよ、メッセージ出してくれよ、もっとよ。しっぱなに憧れてるんです。いやいや、憧れてないんです。いや、憧れてないんですけどそうです。まあでもね、もっと出してほしいなっていうのはありますよ、本当正直。他にはないの？おい、ゴージャスたまには飲み連れてってくれよ。あー、よーい、いいね。確かに、まだ1回も行けてないもんね。そうなんです、実際何回かね、行けそうな感じだったけど、ね、はい、まだでもあるんじゃない。でもおい、ゴージャス今度、子供抱かしてくれよ全然いいんじゃない、それは。まあまあ、ちょっと本当いいと思うんですけど、まだあるかって言われたらもうないですよ、別に。うん、
やっぱね、小野ちゃんも言ってたけど、やっぱ、シフォー感が。シフォー感ね。すごいよね、すごい YouTuber ですからね、確かに。いや、ちょっと嫌ですよ、そんなもうね。いや、ほんと、後輩ですというふうにやらせていただいて、この感じはちょっとね、さすがに。なんか、逆に、竹谷さんもなんか、ありますか僕ですか、はい。いや、僕、いや、僕ない、ない。お前いっぱいあるだろ。ないよ、小野ちゃん。日頃ゴージャスさんと共演するとなんかね、そうです、そうです、バチバチ。バチバチ、いや、あれは、まあ、そう言ったら、ショー的なことですか、本人いないところで言ったら、エンターテイメント。エンターテイメント。NWO。NWO ですね。ね、確かにね本人といないとこで言い出したらもうおしまいですから、ね、まあそうなんですよね、直接言えた方がまたねいいっていうところありますけどね、それを悪口とかはダメです、ね、まあね、そうですね、まあお願いみたいなこととかもありますし、別に悪口言えって言ってるわけじゃない。確かに確かに。勝手になんかこっち側なんか悪口を言わなきゃいけないんじゃないかみたいな、褒めればいいんだ逆に、タメ口。あ、確かに、なるほど、いいところゴージャスさんの、あ、そっか、オッケーオッケー、いや行きます、うん、おいゴージャス。いや、このおいゴージャスが、なんでおい三冠を出すんですよ、この。聞いてんのか、おいゴージャス。パチンコで勝負しろ、確かに確かに。なっちゃうお前は、ゲームやりすぎだ。あ。なんで褒めに行かないの、あ、そうか、確かに褒める。褒めてる。ちょっとだけ。褒めてるつもりですけど、すごいゲームやってるから、すごいな。いいじゃない、それで。そうか、そうか、そうか。楽しんでくれる人がいるんだな。おいゴージャス。おい。こんな後輩の番組とかにも3つも出てくれて VTR までくれて、お前本当にいいやつだ、意外と意外と、いやいや、印象悪かったよ、印象悪かったですか、第一印象は悪かったけどみたいな、そうかそうか、おいゴージャス、もうそれモノマネ入ってるじゃん、おいゴージャスモノマネ入ってるじゃん、お前メイクすごいな、毎回毎回、うん、塗ったりとかな、うん、今度俺にも似合うメイク考えてくれよ、これなんかビデオレターさんまさんの番組のそのテンションテンションね、何人か家族がいてね、うん、確かに、次ラスト武田さんやったら、なんでラストやるんすか、なんでラストあんのよ、なかなかね、ラストあんのこれ、なんかあるかな、褒めることでしょ、あるんですけどね、 いっぱいあるけど、いっぱいあるんですけど、ね、すぐ思いつかないですね、ありすぎてすぐ思いつかないというか、おいゴージャス聞いてんのかゴージャスあ、いいですね、お前よ、その裏でさ、バズっていいかもを盛り上げるために自然にアドバイスくれたりさ、本当に真摯になってこうやった方がやった方がいいってアドバイスくれるの、うん、マジいいと思うぞ、お前そういうとこほんともっと伸ばしていった方がいいぞな、あ頭も頑張ってゲームしとけいや、ひどいな、最後ひどいです、確かに、いやでもまあ、まあね、まあまあ、ね、応援してくれてね、 LINE とかでいただいたりとか、はい、ありがとうございます、はい、ゴージャスさん、愛を感じてます、いつもありがとうございます、もうめちゃめちゃ尊敬してます、うん、本当、うんうん、あとはモンスターのギャグとモノマネか、うん、モノマネっていうのは誰でもいい、あ、もう本当にいよいよ、あおはこと、うん、じゃあ先モノマネからいく、そうですね、逆にもう先にやっといてハードル下がってる段階でギャグやっとくで最後なんかハードル上がるよ、ね、まあまあ色物やっていうことですよ ね、なるほどなるほど、サイレントを最後に残すか、そうそうそう、はい、後にやるかみたいなこと、みんなサイレント残すから、ね、残すけど、ね、クリアできないから、モンスターのギャグ、確かにモンスターのギャグっていうのはそれこそモンスターの特徴とかなんか生かしてなんかでもいいですし、モンスターの名前を利用してギャグでもいいです、うん、何でもいいです、なるほど、まあ何のモンスターかとかも自分で選んでいいってことですよね、はい、なるほどね、なんかでも選んでほしいです、どうせやったらタケニャン、あーあのね、タケニャンってモンスターって扱いなんですか、まずそのコマニャン、ジバニャンみたいな、うん、あーなるほどね、あ、じゃあいや別にパズドラのモンスターじゃなくてもいいですか、まあ一応パズドラのもうコラボしましたから、あーなるほどなるほど、はい、え、
竹にゃんってパズルとコラボしたしてないでしょ、まあ、自慢にゃんとその竹田さんをかけて、あと奥さんに呼ばれてるあだ名ってことで竹にゃんっていう、はい、別にギャグじゃねえ確かに確かに、まあこのモンスターだったらこういうギャグやりそうみたいなのもいいのかな、うん、ああこのモンスターの持ってる一発芸を想像してやるっていう、想像してやるみたいな、まあ、僕が、まあ、仮に笑わなくても必勝者なのにきっと判断してくれるんで、いや、そのしのぶさんが仮に笑わなくても一番辛いんですよ。確かに、それが一番しのぶさんを笑わそうと思ってやってますから、こっちは現場の空気が悪いんで、なんだろうな、しのぶさんちゃんと笑わないからな、確かに、ちゃんと、うん、耐えてるっていうのか、全然耐えてるとかでもないんだよな、本当にたまに、嘘みたいな目つくちゃってマジで、図鑑見ていいですか、確かに、あーそれいいね、おまちゃん一回図鑑を、確かに、うん、ということで、はい、モンスターのギャグね、モンスターのギャグなかなか難しいですけども、なんとかやっていきたいと思います、行きましょう、うん、なんか俺 GM チャンネルで毎回滑ってる気がするな、 なんか、うん、そうですね、うん、本当にさ、この前の5分のね、あーありましたね、罰ゲーム動画ありましたね、はい、本当に、はい、ビオネッタのモノマネとね、はい、シモンのねモノマネをさせていただきまして、寺門ジモンさんだったっていう、はい、コントを送りましたけど、そうですね、あとデラヨッタっていうビオネッタじゃなくてっていうのを、はい、あのやらせていただきまして、むちゃくちゃ滑りましたもんね、そうですね、胸がスンってするんですよね、やっぱり滑った後に、やっぱりちゃんと自分で見れないしね、うん、確かにあそこの分見れないですね、モンスターのギャグですよ、どうしますか、その、うん、その誰かやる、全員やるっていう雰囲気ですかね、このまあ思いついた人がやるじゃん、うんうん、じゃあ、うん、じゃあ先行こうかな、俺先行くんですか、こういう時意外とね、強いね、全然、まあまあ、あんまりね、あんま面白いのやめて、ジャブ、ジャブだから、まずジャブから、ちょっとあんま面白いのやめてよ、ジャブ行かせてください、いや本当にジャブ行きたい、俺もジャブ、ジャブ行きたい、ジャブ行きたい、行きたい、行きたい、いや俺も行きたいよ、どうぞ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 、いやいやいや、ここなしにしよう、ここは本当なしにしました、はい、じゃあ分かった、俺だから行こう、むしろやってくれってことだから、はい、視聴者の皆さん、はい、いつもたくさんのコメント、高評価、スーパーチャット、あざとす。いやいやいや、いや、全然、いやいや、全然いい。綺麗ですし、なんか、で、いつものスパチャの、ね、あれにも、あざとす。てか、これ、次はあざとすにしよう、全部ちょっと。えスパチャとかあざとーすにして、あざとーす、あ、確かにね、パズドラにかけて毎回あざとーすに、じゃあ次がモノマネですね、いや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 、何言ってんだよ、え、次はモノマネじゃないですか、俺率先してギャグやりたい人本当はやりたかったんでしょ、そんな持ち歌じゃねえ、ふざけんなよ、昔から考えたでしょだとしたらクオリティ高いわ本当に結構高いよあれ、いや確かになかなか今の震えましたよ、もう見てないとわかんない、なるほど、いやまあ、まあ、初見の人は何言ってるの、そっかそっか、なるほど、もともとのパズっていいかも見てくれてないと、まあ挨拶がね、あざとーすになってることだよね、だから初見の人も笑えるの準備してあります、いやもうやだよでも行くしかない、行くしかない、僕じゃいいですか、え、ちょっとずるいよそれ、なんでですか、それずるくない、じゃんけんポンで決めるわ、じゃんけんポンで、お願いします、最初はグーじゃんけんほい、よし、いやよし、いやなんですいません、近手で射精。いた。すいません、手でちゃう。いたで、こうやって反動で僕の手が竹谷さんの顔面に当たってやり返したみたいになっちゃいました。ブランティークロスみたいな。すげえ顔しか。いやもう、ずるいよ河合ちゃんそんなの。まあ、はい。一回しょうがないかも。すいません。じゃあ行きます、うん。一発ギャグ。ヤマタノオロチ。どうも、ありがとうございました。これは、これは、すみません。確かに自分がまともに感じた。いやいや、もう、でもね、ほんと、残像でなんとか、なんとか残像で、8個に見えないからっていう顔が。ちなみに、しのぶさん、今のどうでした？100点満点中。あ、確かに。高えなぁ、甘えんだよ俺たちしのぶさんは、本当に40ももらえんだ、そもそも好きだから、確かに確かにね、赤点は免れてるわけですから、実質0点、はい、実質0点ね、確かに確かに、いやちょっと恥ずかしいな今のも、大鳥がいますから、大鳥ね、じゃあ私武田の一発ギャグやらせてもらいます、はい、武田のパズルギャグ見てください、ビジュアル系バントだと思ってるでしょう、これ実は腰丸のモノマネしてます、小さな拍手、じゃあ、もうちょい思い切ってしていいんだよ、思い切ってしていいんだよ、しのぶさん今のは何点ですか、
25? 25? いやもう実質0点以下よ。あれが、いや待って、ヤマタノオロチじゃあもう一回見てもらっていいですか。ヤマタノオロチもう一回やって、ヤマタノオロチもう一回やって、ちょっと一発ギャグ、ヤマタノオロチ、どうも、ありがとうございました。これが40ですよ。40点ですよ。いやいや、内訳を押しましょう。はい、まだあのヤマトの、あ、ヤマトのオロチだなっていう雰囲気は、ああ、なるほど、はいはいはい、伝わったってことですね。ただ、なぜ僕がちょっと苦笑したのかっていうと、うん、苦笑って言ってんじゃん、もう。はい、その後に何かが来ると思ったんだ。ああ、なるほどね、落としがね、ただ、それで終わったんで、はい、なるほどなるほど。あ、武田さんのに関しては何も分かんなかった、はい、いや、みんながコシマルファンタジーを知らないからでしょ。それはみんなの勉強不足よ。コシマルがコンテンツさん絶対受けてるから。じゃあこれオンエアのコメントで見よう。はい、分かりました。本絶対コシマル出してくださいよ、はい、絶対絶対受けてる、コシマル。それはみんながパズルやってないから、コシマル分かんないから。分かりますけど、コシマルどんなしか知らないし、ちゃんとコシマルでこうやってるやつよ。そう、これは分かった上で笑えなかった。あ、マジで分かんない、どういう意見があるか分かんない。あ、分かったで笑えなかった。分かんないけど、うん、しょうがないか。うん、分かんない。俺、まあ、結局あざとこすけ一番面白い。確かに結局一応しっかりねしてて、やっぱまだ終わってませんよ、うん、モノマネ、モノマネ、これ僕本当に苦手なんですよ。いやー、なかなか難しいですよね。ちなみに一番得意としてるモノマネはあります？僕ね、本当にあの音痴なんですよ僕。あ、なるほどなるほど、リズム感はない、だから、はいはい、でモノマネ上手い人って歌が上手いじゃない。あー、確かに音感があるから。俺ないからモノマネができないのよ、うん。そうだから今のお笑い界生き抜けていけない、はい、確かにモノマネもねできないの。モノマネ歌ネタできない。そっか、なるほど。絆はそうそうそう、なるほどね。優しい相方だ。確かに確かに、よう組んでくれたわ。確かにコント頑張るしかない。なるほどなるほど、頑張るしかない。そう、さ、率先してやって、小野さんもねモノマネやったりしますもんね。率先して、率先して率先してモノマネとギャグが好きなの。結構ギャガーというか、意外と率先してモノマネしたことないだろ、かわいの前。かわいい、ちょっとモノマネ聞いてみたいなことないでしょ。いやいや、ないですないです。そんな2人やってんの？いやいや、違うんです違うんです。あの、放送の時に、放送の時にね、やったりとかするじゃないですか。別に罰ゲームとかでもなく、うん、さんは確かにモノマネ好きだもんね。そう、用意して何だって。いや、だって放送の時に率先してモノマネやるから好きなんだろうなって、それみんな見てる。まあ ね、確かに。でもそういう一芸も、あの、小野さんは持っとこうっていう感じがね、ありますから。なんでよいしょだよ。うん、だからちょっと小野さんやってもらっていいですか？下手くそだろ持ってき方、うん、持ってき方下手くそでしょ。ね、関係なく全然やっていいですよ、モノマネは好きやったら全然。モノマネね、確かに。全然関係なくやっていいですよ、ほんとに。モノマネ。やだよ。今日は持ってないんですか？今日は持ってないですか？今日持ってないですよ。持ってないか、まあ、ね。なるほどね。何今日は持ってないんですか？やっぱあの、アイテムが、1個アイテムがあれば、じゃあ、だからもう、だから、フェアに行こうよ。一番得意なのまず何？僕はだからもう結構やってますけど、やっぱミスターサタンをすごいやらせていただいてますね。その声真似ですけど。あ、はい、あ、まあ、あれ誰でもできるから。誰でもできるから。じゃあ、フルフルでしょ。あ、そう、できる。いや、うまいのよ、モノマネ。うま。モノマネとギャグとか強いの、ほんとに。強いっすよ、モノマネ。ほんとに。横が弱い。あ、その通りだ。確かにね。竹ちゃん何が得意なの？いや、まあ、ミスターサタンって言えばやるんだったら、えなりかずきさんとか。あー、でもね、まあ、顔が似てるから、まあ、そもそもちょっと声も、そうそう、それをやるぐらいかな。うん、それぐらいかな。うん、でも確かに小野さんは、おんちゃんも新作、おんちゃん新作だよ。新作とか言うな。ないよ、ない。最近よくキサラ言ってんじゃん、モノマネ。最近よくキサラ、あの、メモ帳持ってるから。だったらもうピン芸人で頑張る。そうか、ピン芸人で。確かに。キサラ最近よく言ってたから。なんだろうな。まあ、逆におのちゃんは一番得意なんだろう。だからもう安倍晋之助だよ。なんか顔真似なもんね。似てますからね。そのまんま。声でできるやつ。安倍晋之助選手。沢村もね、いたら最高ですもんね。沢村みたいな頭。叩くだけだから。YouTube で調べていただければあるかもしれませんが、確かにやりましょうか。やろう、やりますか。モノマネだから、これはちゃんと。まあでも、じゃあ3日見てみよう。いきます。じゃあモノマネやらせていただきます、うん。元気が出るテレビ時代の松方弘樹さん。勘弁してよ、たけちゃん。ほんと可愛いちゃん。でもそもそもが、そもそもがでもあの、モノマネじゃないじゃん。モノマネ、これ、あの、ほんとこういう笑い方してるんで、ちょっと見てください。酔った可愛いじゃん、それ。あ、そうなの。俺、たけちゃんっていう友達ないから。俺らはたけちゃん。あ、そう、ほんとだ。もうちょっとセンターに。確かに、もうちょっとセンターに寄ってね。初歩的なミスね。ちょっと。
いやいや、それはちょっとな。ちょっと他に、まあでも福山雅治さんとかですね。あ、それいいじゃん。いいじゃん。いいですか。うん。モノマネで福山雅治さん。あんちゃん。どうですか。小雪。まあ、そのまあ似てるよ本当。これ知ってました本当。あのどうどう、島田似てますか、どうですか。あの本当鳥貴族よりひどい会話。これ大丈夫ですか本当に。たまにね、うん、コンパだったら女子帰ってるよ。つまんねえって帰ってるよね。この3人がモノマネ鳥目に座っててこうやってモノマネしてたら。あんちゃん。小雪。絶対帰ってるよねこんなコンパだからもう。どう？そうそうそう。どう？誰か今日遊ぶみたいな。この後どっか行く？判定はね視聴者。いや、しもさん、それ怖いですって。ちなみにしもさん、今何点ですか。あの、じゃあどっち、何でも、どれでもいいですけど、どれが何点みたいな。松方さんに関しては僕は分からないです。ああ、まあね、あの、限定レジだよね、知らないですから、やっぱり、はい。じゃあ次、どうぞ。たけえなぁ。かわいいに甘いんだよなぁ、なんかかわいい、甘くないお前。あの、たまにね。ずるくないそれ。声真似だからだと思う。なるほど。かといって今から見た目のねちょっと真似がなかなかできないんですけれども、じゃあ次僕はい、いいですか。ああ、じゃあ僕えなりかずきさんで、はい、ちょっとじゃあ一応やっぱコーラックに寄せて、あこういうかぶってしょ。ああ本当だ、いいですね、いいですね。そしてなんかわけわかんないですいやいや、まあなんかいきます、はい、ちょっとやべえ、ああ今やべえ人って聞こえたな。ちょっとやる気を失せる。やべえ人のモノマネだった。えなりかずきさんのモノマネです。ちょっとやる気を失せるな。俺難しいタイプの人間だからさ、難しいから。いや普通に顔マネえなりさんの。はい。顔マネですか。やべやべやべ。声声は。やべ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 えなりかずきさんのモノマネ。やべやべ人のモノマネ。だってえなりかずき止めないでこっちやりたいんだから。こんな角度になります。いやいや、そう高楽とかで結構こういう目。ああなるほど。その高楽を再現してるから。あ、わかりました。もうこうもう。目の感じがやばいんだね。目の感じとなんか角度と。でも変顔じゃん。確かに確かに。モノマネなの。今これじゃないですけどね。これいきます。はい。そんなこと言われたってしょうがないじゃないですか。やべえ人。もうやべえ人じゃん。敬語のやばい人。声も。確かに敬語のやばい人。結果やばい人でした。そんなこと言ったってしょうがないじゃないか。そうそうそう。じゃないですか。急にあの家族が他人になっちゃったみたいなね。他人行儀。他人行儀になっちゃった。えなりさん。俺やべえわ。なっちゃった。俺やべえ。いやもう一回ですか。うん、行きますよ。使いますけど。目がやばいんですって、目が。こんな目してるえなりさん。してないんだな。もうちょっとハの字なんだよな、眉毛。そんなこと言われたってしょうがないじゃないか。これ白目の部分が多いんだよな、これ。だからやばい。白目の部分多いっすよね、なんか。怖い、怖い。いやいや、えなりかずきさん、モノマネだよ。あ、まあ、たまにやるし、これ。いやいや、まあでも確かに。うん、確かにみんな気持ち悪いって。今理由が分かった。ねえ、白目が多いから。ああ、面白い。コンパラって今二人おなかもう残りは小野さんにしか言わないよ。帰らせないでこの後ないよ、うん、この後やなくない。この後ねもう崩しちゃってるから2回目、2個目で崩しちゃってるから。こっちも別に崩したくねえんだよ。真剣にやってるからじゃあ次郎ラモさんやり。マジっすか。できんの。パンゼッタですか。パンゼッタ。もうできんの。上で呼ぶな。パンゼッタですかね。パンゼッタの。わかりづらい。できんの。チャオ。いやだめ。もう途中から笑っちゃってる。これはひどい。これはひどい。これは笑ってるのもう。笑い。チャオの字で。今全員帰ったもん。もうチャオで。ちょっと待って。チャオ。チャオ。もっと歌うまいからね。ジロ。違う。違うな。もう一回。井上陽水さんいけんじゃないですか。今の感じ。井上陽水さんいけんじゃないですか。どうも皆さんこんばんは。井上陽水です。中山きんに君さん。井上陽水です。
でよこれ。恥ずかしい。結構電波に乗せたって一番ひどいんじゃないこれ。確かにね、これは結構別枠だよ。全然できてるよ。確かにモノマネでも一個ぐらい本当惜しいんですよね。河合ちゃんが一番ちゃんとできてたよ。本当ですか。うん、でももういやもうやんないですよ。もうやりたくない、怖いから。もうモノマネ難しいね。モノマネ難しい。まあでも全部クリアですかねこれ。まあ、一応ねやったはやりましたから。どうしたしのぶさん。どう大丈夫ですか。笑い的には、はい、武田さんが一番面白いの。ああ、これはそれが一番最高じゃないですか。なんつうんだろう、面白かったっ。似てる似てないわ。まあね、確かにあのやっぱえなりさんはやっぱなかなか勝てなかったな、ね。顔も似てるからね。まあまあ確かにちょっと似てますけどね。ね、白目が多いんだよね。いやいや、それわかんないんだよ。めっちゃガンつけてる。そうだ、めっちゃ睨んでんだよ。だから俺自分の顔が画像で見えない、ね、白目が多いから。あの時真っ暗なの。あ、真っ暗なんですか。あの時視界ゼロ。それ白目にしちゃってんだから。あ、そうか、そうか。ちゃんと見てくださいよ。あ、違うか、それは。むずいね。むずい。あとは判定はね、視聴者さんにお任せして。ちょっともうモノマネの部分カットします。そうですね、もうしてもらいたいですよね。全然的に。でもしてくれないのが GM ジャッジですよね、その辺は。はい、そうですね、そういうとこも見していこうっていう、ということでもう来年あたり全身出してんじゃない確かにそうみんな全員裸でやってるんですよ ね、 そうですね、3人ともね、うん、こんな集大さらしてた。確かに確かに、もう全裸で3人やってる可能性ありますよ ね、 ね、その可能性はあります。やってんじゃない全裸あ、ここでも反応するんだとか言ってね、可能性あるよね。もうそれぐらい行き切ってるかもしんないよね。確かに、もうね、うん、このまま行くと、このペースで行くと、うん、来月あたりからちょっとうっすら脱いでいくうっすら靴下アハ体験みたいな。アハ体験みたいな、まあまあね、気がつけば来月あたり俺これで出て行って、はい、あ、なんか、まあ、どうせ僕もちょっとここ外してなんでこんな感じになってきて、だんだん脱いで行ってみたいな、はい、やっとこちょっとほんとそうしよう、ね、もね、じゃあよろしくお願いします。はい、バズっていいかも見ていただいたら、うん、はい、ありがたいです、はい、ぜひ、高評価とチャンネル登録の方、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。ほんとにお願いします。もうリツイート拡散の方よろしくお願いします。お願いします。チャオバイバイ、チャオ